とね、ジェラートのように、はい、甘くてね、甘くて、はい、冷たくて可愛い感じで送って、はい、いきます。ジェラート、ぐる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 、おっとっと、おっとっと。まあ今回ちょっとあのカラフルで、カラフルにね、これはもちろん味に合わせてっていうことですよね。はい、ということで本日はジェラート命のソルティさんがお取り寄せ OK な人気の味のイチオシジェラートを教えてくれます。最初の味は、なぎさちゃん、じゃあ選んで、はい、一番やっぱりバニラです。やっぱバニラやんか。結局まず基本ですもんね。そうですね、バニラがね、はい、こちらのナンバーワンどこのお店でしょうか。はい、一番のジェラート店は東京祐天寺にある、うん、祐天寺、はい、ジェラテリアアクオリーナさんです。こちらのタヒチバニラが一番のおすすめです。タヒチバニラ、はい、これもともとタヒチバニラのバニラビーンズっていうのはもう最高級なんですけども、はい、もうこれが本当に香りが芳醇で、もうしっかりした味付けで、もうここのバニラジェラートは本当美味しいです。抜群ですか。抜群です。もう僕もですね、はい、いろんな店行ってますけど、ここはもうその中でもかなり一押しですね。はい、ということでこちらお取り寄せ可能ということでございますけども、こちらのタヒチバニラ今回ご用意はありませんということで、ごめんなさい、こちらご用意できませんでした。カラーコピーなんかするからやろうか。カラー使うからや。今度はじゃあレモン。レモン、レモン、はい、最高級レモン。こちらの、うん、はい、一番のジェラートは、はい、レモン味の一押しは、うん、ロッテさんのジェラートマイスターのシチリアレモンです。え、ロッテの、はい、これがですね、普通に店舗とかで売っているジェラートの中でも格別ですね。意外。これもレシピ自体があの国際ジェラートコンテストで入賞しているマイスターさんがレシピを作っているということで、もう素材もかなり厳選されてるんですね。中にもあのレモンピールが入っていたりとかということで、かなりあのレモンの味わいが濃い。これはじゃあもうソリさん、もう間違いないと。間違いないです。このシアレモンが、これはくるんちゃう。あります、あります、レモンあります。レモン味でナンバーワンだというジェラートマイスターのシチリアレモン、果たしてお味は。あ、でもなんかすごい取りやすい。どう、うん、うまい。めちゃくちゃ爽やかし、レモン感ものすごい強いですね。いわゆる生のレモンの、うん、あ、そっちだ。結構きついあのレモンの酸味がある。へ、練って空気をこう混ぜるようにしながら食べるとよりジェラート感が。あ、そうなんですか。はい、この器も練りやすいようにこの円形になってる。ああ、そういうことです。これめちゃくちゃ考えられてる商品なんですね。へえ。どう？ちょっと酸味減りますね。落ち着きますね、混ぜた方が。そうですね。へえ。うまいわ。どう、渚ちゃん。ちょっと酸味が減りますね。増えなかった。もう聞いた。来週呼ばんといて。トリオコメント。続いてはこの時期しか食べれない桜味のジェラートです。イタリアの本場の食べ方で食べる新感覚のジェラートです。新感覚のジェラート、この後冷たいけど温かい新感覚なジェラートが登場ということで、スタジオでも試食。はい、おめでとうございます。パンはもちゃんとお取り寄せできんねや。 あったかい、あったかい、あ、ほんまや、あったかい。ジェラートからちょっと行ってみて。桜味、桜味やって。どう？あ、どう？桜餅の、うん、そうやろな、うん、なんか甘い、甘くて美味しい。桜餅の甘くて美味しい。なぎさちゃん、うん、0点です。うまい、うまい。少しミルキーで、うん、桜の風味がふわっと鼻から抜けて、うん、ここでもう花見しててもおかしないぐらい。あ、それぐらい桜感がすごい、うん、いいね。続いてパンとの相性は？どう、パンと言ったら。こんなに合うんですか？ジェラートと。ほんでほんで。ここで花見できる。聞いたぜ。それさっき聞いた。そこどっかで聞いたやつよ。こいつやりよるわ。取りよる。ちょっと行ってみてよ。うん。パン。うん。サクサクのパンや、うん、もちもちの方かなと思ったら、うん、上サクサク、うん、もうあの
クッキーとか、うん、あ、それぐらい、そういうレベルのサクサク感、うんうん、味も変わる、変わる、もうここ中目黒の川、目黒川ちゃうかい、人いっぱいやんか造幣局に書いたらいいじゃん、大阪やから、うん、これ造幣局のやつみたいですわ、うん、うわっ、これ造幣局のやつみたいですわ、何言ってんの